Hello， 大家好，我是你的教练队，欢迎回到我们频道。这一集厉害了，大家看到这个画面，应该也知道我们这一集要干嘛。没错，坐在我身边的呢，就是来自青山学院，也是当时候香根易传非常非常厉害，现在呢也被大家称为第三代山神的这个称号，神野大帝。我是神野大帝，我是第四来台北，第二次来台湾。台湾，美食豪记，钱多多进家哦，耶！在以前的一些参赛的选手经历啊，还有他的一些训练背景，因为担心大家可能对他没有这么认识，所以我们请他就是简单自我介绍一下他的一些训练的经历，这样。陸上をやり始めたのは中学生からです。最初は女子の選手よりも遅かったです。で、高校に入ってから少しずつレベルが上がって、高校生の時にはインターハイ、全国大会に出場することができました。で、大学では、青山学院大学で、箱根駅伝、2年生の時に、2区を走りました。3年生の時に、山登りの5区を走って、箱根駅伝優勝しました。そこで記録をいい記録を出して、山の神って言われるようになりました。それからは今マラソンやったり、今はまた駅伝に挑戦するという気持ちで今トレーニングをしてます。ハーフマラソンが PB 61分、04、フルマラソンが2時間09分34秒。でも台湾もすごい皆さんランナーいっぱい走ってて。ランニングがすごい盛り上がってます。好，那我下一个问题就是想问，有点跟那个生涯没有这么就是直接关系，主要想问说，他当时候一开始我们知道他是打棒球，那怎么会想要转换到跑步这个项目？因为其实棒球在日本也是非常有名，而且就是关注度很高的运动，那怎么会想要换到跑步这个项目？这样有没有启发他的一个导师让他转换跑道，还是说他？怎么会想要跳来跑步这个领域？还是说跑步有个偶像是他追求的目标，所以才换？野球の時はピッチャー、ピッチャー、サウスポー。でも体がちっちゃくて、背も小さくて、なかなかこう試合とかにも出られなくなって、走るのは好きだったんで、走る方に変えました。那下一个问题想问的就是。在当时候怎么会有这种想法，想要去肯亚训练？毕竟在日本的实业团其实是很成熟，而且在这个大环境，可能大家会在公司这个行号就是比较稳定的，可能就是先以这样为目标。但怎么会想要跳脱舒适圈到肯亚去训练，然后接受这样比较不一样的文化熏陶？ケニアはやっぱりランナーがいっぱいいます。で、強い選手もたくさんいるので、そういう選手と一緒に練習したりとか、あとは標高が 2300m でなかなかこう、日本でもないような場所なんで、そういうところでトレーニングしたら強くなるかなという気持ちで行きました。我想就是下一个就接续肯亚的部分，就是如果以肯亚这样的训练环境，就是在这个训练的过程，有没有跟在日本的训练过程上比较不一样的地方，或是你觉得这个经验真的很特殊？还好有这一趟真的有去到肯亚，就是觉得获得宝贵经验的感觉。ケニアはランナーがもう本当にたくさんいるんで、みんながライバル、ライバル。あとは生まれた時からもうずっと走ってるから。やっぱみんな強くどんどん強くなる選手が多いかなと思います。ケニアはやっぱり道もこう綺麗じゃないです。ああいうアスファルトないです。こういうところとか、オフロードが多いんで、そういうところをずっと走ったりとかっていうのはなかなかできないですね。你平常在日本或是在肯亚时候，你的一天作息大概都是怎么安排？就是一天早上几点起来训练啊，然后会做什么事情？有没有什么工作的安排？然后会不会做第二次的练习？就是一整天的行程。朝は5時ぐらいに起きて、で大体6時ぐらいからケニアはみんなで100人ぐらい集まってみんなで走ります。朝から大体18キロぐらい。朝18キロぐらい走ります。で、午前中は
あれ朝ごはん食べてブレックファースト、食べて、その後は午前中はだいたい8キロぐらいゆっくりゆっくりジョギング、ランチ食べて、少し、YouTube 見たりNetflix 見たりして、夕方もまた10キロぐらいゆっくりゆっくりで、夜は、夜ご飯食べて、ケニアだと8時とか8時半ぐらいにもう疲れて寝ます。那我好奇就是以肯亚这样的训练方式，一周里面你们大概会安排，像刚听起来是全部都是长距离有氧，那一周里面大概会安排几次的间歇训练或是强度训练，这种就是训练上的程度落差这样。ハードトレーニングは週に3回から4回ぐらいやります。2回はスピード練習、スピード練習。週末、サタデー、サンデーに、ロングラン。其实像我们身为一般的市民跑者啊，很多人其实在训练上可能会遇到比较懒散，比较没有办法坚持下去。那你可不可以跟大家分享一下你是怎么保持自律在训练这一块的部分？走りたくない時は走らなくて大丈夫です。でも走れるとやっぱり気分が上がるし、ご飯美味しくなったり、お酒美味しくなったり。体の健康にもいいです。だからみんな走ろう。经营自己或是训练的这段期间，有没有接受过什么样比较负面或是比较没有这么正面的这些言论来质疑你的成绩啊、训练啊，或是你在一些工作上的选择，就是你会怎么面对这些比较负面的声音？マイナスなコメントもあるけど応援してくれるプラスのコメント、ファンもたくさんいます。だからマイナスなコメントばっかりに目を向けるんではなくて、プラスの意見、プラスのコメントに意見を向けて、自分の気持ちをこうポジティブにしてしてます。那可不可以请你跟我们分享一下，就是你自己在比赛的首选鞋款，可能型号是像 Nike 的Vaporfly、Alphafly， 还是说你在训练的时候会穿比较训练的，可能像Nimbus， 或者是像 GT 2000，然后这种类似的型号，你在型号的选择可不可以跟跑友分享一下？毕竟大家也很想参考精英选手是怎么买鞋的。今は Carbon。カーボンシューズいっぱいあります。カーボンシューズはレース、試合の時だけ、はい、で訓練の時は、カーボンが入ってないシューズで足を強くすることが大事です。观看我频道的人也有很多，就是年轻的跑者或者是选手，甚至一些比较市民的跑者、啊、那可不可以针对就是跑步训练上给他们一些心态上的建议？因为我们就很常可能会。真的不知道该怎么定你的训练目标或计划，那你会怎么建议他们？僕もランニングを始めた時は全く速くなかったです。でも毎日訓練して、で少しずつ速くなりました。でみんなスタートはここでも訓練したら どんどん上がっていきます。なので分かりやすくなんか目標をクリアできるのがマラソンのいいところだと思うんで、ぜひ皆さんチャレンジしてください。最後、就是想要请他、接下来你有没有设定的赛事目标可以分享给就台湾的粉丝？如果想要接下来持续追踪你的比赛计划的话，可以跟我们分享一下你会参加哪几场的赛事？今は次のレースは決まってないです。駅伝に来年出場する予定があるので。1月1日のニューイヤー駅伝に出れるように今頑張ってます。推荐一下就是如果想要看到森野大地接下来台湾这边也会有就是千叶马拉松的行程，我这次也会去参加，那也有半马组跟全马组，如果想要一睹森野大地的风采，看到他在这边跟大家一起打招呼 fun run 的话，记得要持续锁定下面的这些报名资讯。最后一题了，我想问森野大地有没有特别喜欢台湾的哪一个女艺人啊，或是啦啦队啊，或是女明星？アイドル？アイドルはさっきね、あれ、これね。いや。这个我特别帮他准备，因为我昨天跟他一起吃饭，然后昨天就是吃饭的过程，
发现他非常喜欢林香，所以我们特别帮他准备了这个小卡，希望他会喜欢。好，那这一集呢也差不多告尾声，希望到这边大家也对森野大地有更进一步的认识。那接下来呢，我们应该也会跟他一起在千叶马拉松的这个赛事过程一起去体验，希望大家也可以持续关注，在明年就是新年实业团的这个接力赛，可以希望看到他们的队伍有好成绩。那也非常感谢森野大地今天来接受我们的访问，期待我接下来在11月千叶的时候跟他一起可以在赛道努力。僕も楽しみにしてます。 OK、はい、感谢。好，那我们今天就到这边结束，我是你教练的瑞，如果喜欢我们片记得按赞订阅分享开启小铃铛，那我们就下一集见，感谢森野大地，拜拜。僕もメッセージいいですか？最後僕も言一段話。 OK、 Yes sure、 今度中国語版が出るので、ぜひこちらも皆さんチェックしてください。 Yeah、 あとはインスタグラム、YouTube、アカウント貼っときます。 yes, ぜひフォローお願いします。全然大丈夫。はい、 OK、 じゃあ皆さん日本で待ってます。最后还是要提醒大家，这次千叶马拉松的名额非常非常稀少。那这次呢，因为他们会优先给这几天有参加森野大地交流会的这个伙伴们，但如果有释出的话，我也会努力帮大家争取。除了可以参加千叶马拉松之外呢，最重要的是特别给这团的优惠，是可以跟森野大地在赛前一天有一个交流晚宴的机会，所以大家参加这个旅行团是真的可以见到森野大地本人的哦，非常吸引人。期待11月跟我们一起去千叶跑马拉松。